東10月7日から2021年1月31日は日本の実業家。住友銀行頭取を歴任したほか、松田再建に尽力したことでも知られる。福井県出身。旧姓松江高等学校を経て、1947年、京都大学法学部を卒業後、住友銀行入校。1963年平野支店長。 本店営業部次長、市宮支店長、1968年審査第二部長、1971年審査第一部長、有志部長を経て、1972年取締役、1975年常務取締役、1979年代表取締役専務、1982年副頭取、1975年に、 東洋工業の再建を担当。同社と、フォードモーターの資本提携交渉では橋渡しを務め、米国の独占禁止法の審査では、英語で証言に臨むなどを奔走した。バブル経済時における過剰投資によって、マツダの経営が悪化した際には、フォードに対して追加出資を要請し、1996年には、フォードから壊れて、 自身も、松田の社外取締役に就任。1999年6月に、取締役から退くまで、20年以上経営に、携わり続け、松田の再建に尽力した。このほか住友銀が、九州合併した平和相互銀行や畑産業の、残務処理も手掛けたほか、朝日ビール、関西喫線苦島ドックの再建にも関わった。 1987年10月、小松康史陶取が2期目の人気途中ながら、健康上の理由を挙げ、代表権のある副会長に退いたため、辰巳が公認として副陶取から昇格した。この人事に関しては、小松と磯田一郎会長との間における平和相互銀行の九州合併。 ゴールドマンサックスとの資本提携、さらに米国のホテルチェーン買収計画で確執が、生じ磯田による小松の解任、あるいは小松の隕石辞任との見方が伝えられた。また、国際部門における業績の低迷から磯田が、小松の手腕に不満を抱き、人心一心を決断したとも報じられた。東取在任時には、 糸満問題の処理にあたり、糸満の住金物産との吸収合併を見届け、1993年6月会長に退りいた。1995年10月、大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件の発覚によって、米国の金融当局から追及を受けていた、大和銀行の安倍川住夫会長から辰巳に、米国拠点における業務支援の要請があった。 辰巳は、住友銀福頭取に就任していた、西川義文に、要請のあったことを伝えると西川は、ただ力を貸すだけではなく大蔵省の意向通り、どうせやるなら、合併含みでやりましょうと答え、合併向け走り出し、先方の福頭取や専務と交渉を重ねた。しかし、大和の合併反対派が、当時の頭取を説得し、合併構想は流れた。 1997年会長から退き、以降相談役。2003年4月から、三井住友銀行名誉顧問。2021年1月31日に、老衰のため死去。97歳没。1990年1月、住友銀を主力業とする商社の糸満は、画女園観光に、資本参加した上で、同社の筆頭株主である。 共和総合開発研究所との提携によって不動産事業に参入した。同2月には河村義彦糸満社長からの婚生で曰く月の伊藤が企画管理本部長として糸満に入り不動産部門を任された。しかし、同3月20日加熱していたバブル景気を抑え込もうと日本銀行が肯定部はを 第二次オイルショック以来の1%の引き上げを実施、5.25%とした。続く同27日、同年4月1日から、大倉省が、金融機関に不動産向け融資における、総量規制を実施するとの通達を出した。これら方針が動き出すと、日経平均株価が乱高下し、糸満は保有する不動産価格下落と、 借入金の金利負担拡大という二重苦に見舞われ、経営に深刻な影響をもたらし始めた。こうした最中、辰美は河村を呼び出し、伊藤を切ることと不動産投資を削減するよう求めた。しかし、河村はその要求を拒否。同年6月の株主総会後、伊藤を筆頭常務に昇格させた。これに先立ち同年5月には、 日本経済新聞が糸満の不動産投資による借入金が莫大なものとなり、その奇数が今後の課題であるとする趣旨のスクープ記事を掲載。世間に糸満問題を広く知らしめるきっかけを作った。また糸満は不動産のみならず、美術品購入にも就寝し、闇のフィクサー呼ばれた巨英中の関連企業から、絵画、骨董品を 総額657億円で買い取っていた。さらに美術品購入にあたっては、磯田一郎住友銀会長がもう愛してやまない、長女が勤務していたセゾングループ参加の宝飾販売会社ピザも関与し、磯田の関心を買いたい河村彌藤が、長女の世話を焼いていた。加えて、同年秋には、週刊新潮などが、伊藤らのうさんくささに感づき、住友銀が、 闇の紳士と関係が深い銀行であると、センセーショナルに報じ始めた。糸満問題の全容を徐々に把握しつつあった当時、常務企画部長であった西川は、問題に終止符を打つには、磯田の退任が勘用と、資料していたところ、元住友銀青葉大支店長が、ザノメミシン工業恐喝事件で起訴された、光新代表に対する浮き貸しによって逮捕された。 事件発覚を受け磯田は記者会見を開き、辞任の意向を表明するが、元支店長の逮捕を隠れみのとして、糸満問題に関する批判を交わすことが明白で、会見からしばらく経過後も、磯田は一向に辞める気配を見せなかった。磯田の態度に呉を煮やした西川は、このままでは、組織が持たないと考え、住友銀服頭取で、糸満問題を所管していた。 玉井英二からの助言を得て、部下の次長に本店にいた部長全員に緊急部長会の開催を通知するよう命じた。そして開いた部長会の席で全員の総意として磯田会長退任要望書をまとめた。その後、出席者の一人が大阪に赴き、滞在中であった辰美に要望書を渡した。要望書を閲覧した辰美は、 糸満問題に終止符を打ち、全職員が仕事に集中できる体制を構築しなければならない。それには、自身が磯田に退任を進言するしかないとして、磯田と面会し、おやめくださいと申し出た。これによって要望書を出してから3日後の同年10月16日、住友銀東京本部において開催された、経営会議で、磯田が、 取締役相談役に退任することが決定された。磯田の退任によって、住友銀は、糸満の支援の方針を、起死鮮明とし、新たに、プロジェクトチームを立ち上げ、多幸有志の肩代わりを実施。ピーク時の糸満向け再建残高は5000億円を超えた。しかし、問題のきっかけを作った河村は、再三にわたる辞任要求を拒否し、 粘り腰で社長の座から退りく様子を見せなかっため、1991年1月、定例取締役会において、緊急動議が決議され解任された。この後同年7月には、河村、伊藤、キョは、大阪地検特別捜査部から特別配任で、逮捕され、続いて、同年8月30日、辰巳は、は、糸満事件等の不祥事の関して、 衆議院証券金融問題特別委員会に招致され、質疑に応じた。1993年4月、自主再建を断念した糸満は、住友銀の圧戦によって、住友金属工業系の鉄鋼商社であった、住金物産に吸収合併された。糸満を介して、闇社会に流れた資金は3000億円に及んだと、される。ありがとうございます。